はいどうもゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。最近進化した大容量モデルを測定することが多かったんですけども、中容量ミドルクラスのポータブル電源もいろいろ進化してるみたいなんですね。そんな中、容量680W 時なのにその2倍以上の 1500W まで出力できる、それから残量 0% でも裏コマンドを入力するとなんか使えるようになるっていう災害時の緊急機能を搭載したモデルが出たということですので、いろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、いつも通り実容量や充電速度、電気の波形や EPS 機能とかもいろいろ試してみたいと思います。で今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。少し前まではミドルクラスで全部入りっていうのも珍しかったんですけども、最近はさらにいろいろな機能を追加してきてるみたいですね。で今回測定してみるのがこれ、ユーグリーン社製ポータブル電源 GS600 っていうやつですね。でスペックはと言いますと、容量が 680W 時、 AC 定格出力が 600W、ニューターボモード使用時が 1500W で、バッテリーの種類がリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、充放電サイクルは約3000回以上、ソーラー充電入力は 200W、 サイズは 310×190×240、 重量は約 9kg っていう風になってます。で目につくのが、容量 680W 時なのに最大出力がその2倍以上の 1500W 出せるっていうところですね。中型機でここまで出せるっていうのは珍しいですね。ちなみに超長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは有名なバッテリーメーカー BYD のものが入っているようです。でこのメーカーどっかで聞いたことあるなと思って周りを見たら、私が使ってる USB ハブと窒化ガリウムタイプの USB-C 充電器、この2つがそうでしたね。もともと評判のいいこういう充電器作ってるメーカーが作ったポータブル電源なので、得体の知れないメーカーが作っているポータブル電源よりなんとなく安心感ありますね。それでは中身出していきましょう。はい、で中身出すとこんな感じですね。まず入っていったのが AC のコードだけ、もちろん日本のコンセントに挿せる形になってます。それからシガーソケットから充電するためのコード、それからこれはのれん分けされた XT60 対応のケーブル、これおそらくソーラー接続用ですかね。それから DC5521 を DC5525 に変換するケーブル、それから保証カード、これ5年保証って書いてますね。そしてロゴが入った収納ケース、これに配線類まとめて入れておくと何のケーブルかわからなくならなくていいですね。そして最後に取扱説明書で、中身すべて日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使えるかと思います。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、真ん中の数字がバッテリーの残量、左上が入力電力、そして右上が出力電力、そしてそれぞれの下があと何時間使えるかと充電完了の目安時間ってなってますね。で画面の下に USB ゾーンがあって、タイプ C 形状が2口、タイプ A 形状も2口ついてます。で、右上の方に 12V のシガソケットがついてます。そして左の方に LED ライトがついていて、このボタンを押すたびに弱点灯、強点灯、点滅、それから SOS 点滅、で、オフの順に切り替わります。で側面見てみますと、はい、下の方にファンの通風口で、この上側に入力関係のポートが集まっています。
左側が AC のケーブル接続ポート、右側がソーラー、DC の入力ポートっていう風になってます。そして裏側は、はい、何にもないですね。で、逆サイドの側面はと言いますと、はい、上側にファンの通風口、そしてその下側に、はい、AC のコンセントが5口ついています。そして上方向なんですけども、はい、一体型の取っ手がついているので、これしっかり持つことできますね。で、こいつスマホに接続して状況確認や遠隔操作ができたりします。で、今事前に接続してるんですけど、で、何が表示されてるのかと言いますと、はい、真ん中の上に残量パーセント、それからその下にトータル入力電力、そしてトータル出力電力で、あと何時間使えるかの目安ですね。そしてその下は各出力をオンオフにするスイッチがついてます。そしてその下の方には、はい、LED ライトをつけたり消したりするスイッチがついてますね。ここは画面の明るさやスリープまでの時間、そしてこれは動作モードの設定、これ電源オンにしてから電気が使われなかった時に自動でオフになるタイミングを設定するところですね。そしてここはタイマー機能、対象となる出力を選んで、これらがオフになるまでの時間、それからバッテリーの残量が何パーセント以下になったら電源を切るっていうような設定もできます。例えばバッテリー残量が少なくなってきたら、 AC 出力の扇風機は止めるけども DC 出力の冷蔵庫は止まらないでくれよみたいな、そういう設定もできるかもですね。そしてこれはバッテリーケアモード、これをオンにするとバッテリーの充電を 90% まで、そして放電を 10% までに抑えることでバッテリーの劣化を軽減しようっていうモードですね。そしてその下がサイレントモード、これをオンにすると充電電力を抑える代わりにファンの音を静かにするっていうモードですね。はい、でもすべて紹介しきれないんですけど、あと下の方にはオートセルフチェックや DC 充電電力の設定、 AC 出力の周波数の切り替え、ローバッテリー警報の設定とかがついてます。うん、やはりスマホに対応してるといろいろ細かい設定ができていいですね。はい、スマホで遠隔操作できるっていうことは、つないである機器も遠隔操作できるはずですね。というわけで電気スタンドを 100V に接続してスマホから電源をオンにしますと、はい、つきましたね。これで離れたところに置いた機器を遠隔でオンオフすることができるようになります。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、はい、ここに接続すると、はい、LED が点灯して充電中になりましたね。次は卓上加湿器、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されている感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約 3W。 お、繋いでる機器が意外に充電満タンですかね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれ、ポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約35ワット、まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。
これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、約60ワット。はい、次は100ボルト系ですけども、使う機器はこれ、ポータブルスポットクーラーの感激くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れています。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。うん、ちゃんと動いてるみたいです。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約130ワット。うん、まだ余裕ありそうです。で次につがいてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、200ワット、400ワット切り替えて使うことができます。ではこれを200ワットにセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、約350ワット。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して中で運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約670ワット。うん、計画超えちゃってますけども、どうなるのかと言うと、はい、電源が落ちてしまいましたね。本体の表示も出力0ワットっていう風になってます。でこんな時はこいつのスーパー機能 U ターボを使ってみます。設定方法はスマホでここのボタンを押してオンにするだけです。ではこの状態で再びカーボンヒーターの電源を入れますと、はい、今のところ問題なく動いてるようですけども、この時の消費電力どうなってるかと言いますと、はい、さっきは600ワット大きく上回ってましたけども、はい、600ワット程度で落ち着くように制御されています。結果として本来なら確実にオーバーして使えない電力の家電をつないでも、電力、まあ、電圧もですけどを制御して使うことができるっていうことが分かりましたね。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、そして200ワット駆動のカーボンヒーター、それから中運転の超小型セラミックファンヒーター、そして USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと卓上加湿器、今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。まあこんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば、まあ何かあっても安心ですかね。じゃあ次は単独で定格電力を超える消費電力の大きな機器をつないで実験してみたいと思います。まずは定格電力が800ワット以上の遠赤外線ストーブですね。これの電源を入れまして、はい、 U ターボモードをオンにしてるんですけども、はいはい、600ワット前後に消費電力抑えられてますね。というわけで800ワットの機器は使えます。次は消費電力1200ワットのドライヤー、これをマックスで稼働してみますと、はい、これも一瞬音が変わりましたけども、はい、600ワット程度に抑えられてますね。というわけで単独で大電力を使う機器でも U ターボモードをオンにするとなんとなく使えるっていうことが分かりましたね。次は騒音測定してみたいと思います。今ファンがフル回転している約600ワットで動いてるんですけども、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、はい、約46デシベル。騒音レベルとしては閑静な住宅街の昼または図書館と同じレベルって感じですね。うん、かなり静かです。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。
はい、次はですね、100ボルトから出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープですね。で、電気の波形は大きく分けると制限波、疑似制限波、区形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と区形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい、で、今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプローブを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに100ボルトの波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100 ボルトの電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば、大概のものは問題なく使うことできますね。で、下の方に出ている 60. ちょめちょめっていうのが周波数なので、今 60Hz が出力されてるって感じですね。ちなみに周波数はアプリから簡単に切り替えることができます。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何 V が出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、ほぼ 100V ぴったり。というわけで日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。で、こいつ無停電装置 EPS っていうのがついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で、参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はい、で、今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、パッと見蛍光灯の方には変化なかったように見えますね。で、今ポータブル電源から電気が給電されていて、オシロスコープの方にも変化が計測されているはずなんですけども、はい、真ん中の方にちょっとピヨっていうのが出てますね。じゃあちょっと拡大してみて、はいはい、波形がおかしくなってるところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、はい、画面左下の一番上の項目デルタ X っていうところが切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、6.6ms で切り替わったってことになってますね。ホームページには20ms以下で切り替わると書いてあるので、ちゃんとスペック通りの性能が出てますね。多分人間じゃほとんど感じ取れることができないような秒数です。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、あまりに自然に切り替わってて分かりにくいんですけども、この一箇所だけ波形の感覚がおかしくなってるゾーンですかね。これは逆に縮小した方が分かりますかね。ただあまりに自然に切り替わってるので、これ何ミリ秒って定義するのがなかなか難しいっすね。ともあれ、めちゃくちゃスムーズに切り替わっていることだけは確かです。で、これ人間には気づかれないような速度で切り替わってますけども、電気機器って結構敏感なやつもいるので、気づいて反応する場合もありかと思います。
今残量 0% で F05 っていうエラーコードも表示されているので、この LED 照明をはじめ他の機能は何も使えない状態になってます。でもちろん USB にスマホ接続しても、はい、充電できませんね。でこれ普通のポータブル電源では当たり前のことなんですけども、なんとこいつ緊急時には LED 照明と USB 充電、これが無理やり使えるようになるっていう緊急裏技モードっていうのを備えてます。でやり方なんですけども、 LED 照明スイッチと DC 出力スイッチを同時に長押しですね。音は鳴りましたけども、実はこれまだモードに入ってなくて、さらに待っていると、はい、ブザーが3回鳴りまして、これでモードに入ったことになります。ではこの状態で LED 照明ボタンを押しますと、はい、あ、ちゃんと点灯しましたね。それから DC の出力ボタンを押しますと、はい、表示が現れて、これで USB が使えるようになってるはずなんですけども、スマホに接続してみますと、はい、電源が入って充電が開始されましたね。というわけで 0% にもかかわらず LED 照明と USB 出力ちゃんと使えてますね。ただこれあくまで緊急時のモードで、通常では使わない領域までバッテリーを放電させることになりますので、あまり乱用するとバッテリーの寿命に影響してくるような気がします。寿命を削って電力を絞り出す、なんか少年漫画の主人公の必殺技みたいで、私は好きです。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で使うのはこれ、電力量計です。で電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 13.2V くらいで 35W 程度消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと、はい、577ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの680ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何パーセント伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、85% 使えたってことになります。で世の中80から 90% っていう製品が多いんで、 85% はぼちぼちな数値かと思います。でこいつバッテリーの接続方法が 12V じゃなくて 22.4V ってなってるので、この場合途中で一旦変換ロスが入りますので、いつもの 12V 測定より不利な条件にはなってしまいます。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。でこいつパワージップ急速充電っていうめちゃくちゃ高速な充電機能を持ってます。では早速充電するんですけども、付属品の中には AC アダプターっていうのはついてません。じゃあどうやって充電するのって言いますと、 AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みます。では電力上がるまで少し時間を置きますかね。だいたい 100W くらいで充電してる感じになってますけども、うん、本当はもっと上がるはずだな。でちょっと限界まで使い込んでるので、電力が上がるまでに時間かかるかもしれないんですけども、このまま時間を置いて見ていきたいと思います。
はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、はい、1時間37分。うん、2時間かからない高速充電ですね。ちなみに 80% までの充電であれば1時間16分で到達しています。ただ今回エラーが出るまで完全に放電しきってましたので、ここまででなければもう少し早いような気もします。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 0.86kW でした。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使ったカーボンヒーター。ではこいつを 200W で稼働します。で、実際何 W 消費しているのかと言いますと、本体では約 191W、 電力量計では 194W っていう風になってます。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、3時間近く経ったんですけども、ヒーターが停止して残量も 0% になっています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 0.52kW 時イコール 520W 時使えたってことになってます。で、 12V からの変換効率を計算すると、はい、約 90% です。で、世の中80から 90% っていう製品が多いんで、 90% はなかなかな数値かと思います。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、基本性能しっかりしています。で、最近全部入りポータブル電源って増えてきたので、もはや機能としては珍しくなくなってきたんですけども、容量の2倍以上の 1500W まで出力できるようになるっていうのはありがたいですね。で、もちろんバッテリーには磷酸鉄を使用してますので、寿命も長くて自己放電率も低くて安全性も高い、なおかつ限界を突破する緊急モードもついてますので、防災用途として非常に向いてる気がしますね。というわけで、超長寿命な全部入りの高機能でコンパクトだけれども高出力も出せるようになるポータブル電源が欲しい人、長寿命、高安全性、低自己放電率、緊急限界突破モードなどを活かした防災に特化した機種が欲しいっていう人にはぴったりかもしれないです。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら、下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、いいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あと、インスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それでは、ごっつチャンネル GT ワークでした。